こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日はダンベルサイドレイズのフォームのポイントを解説させていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。肩のトレーニングの代表的な種目、ダンベルサイドレイズについてのフォームの解説動画になります。私自身もですね、サイドレイズは非常に好きで、肩のトレーニング時はもう絶対に行うんですけれども、サイドレイズもですね、いろいろやり方や方法、それぞれの方で、ポイントも違ってくると思います。私が普段サイドレイズをする中で、意識しているポイント等を説明できればと思います。まずサイドレイズで鍛えられる筋肉なんですけれども、三角筋のですね、こうチューブ繊維と言われる繊維です。で、この繊維はこの腕のちょうどこの横ぐらいから少し肩の後ろに走っている形になります。ここを鍛えることによって、フィジークやボディメイクをする中で肩幅がより広く見えたりですね、こう丸みを増すことができるので、おすすめの種目と言えます。それでは、実際に、正しいフォームで行っていきたいと思います。ダンベルにおいては、15回程度できる、重さを設定いただいて持っていただければと思います。今日は私、7キロのダンベルになるんですけれども、7キロで行っていきます。まずやってみます。ダンベルをここに持ちます。で、少し肩甲骨を下げた状態、肩を落とした状態で、やや前傾姿勢ですね。で、肘を軽く曲げた状態から、このまま少し前方にそのまままっすぐ上げていきます。という形で行っていくんですけれども、ポイントになってくる点が何点かあります。先ほども言ったこの三角筋のチューブ繊維っていうのが少し横から前の方に走っている筋繊維の形をしていますので、このまま単純にですね、まっすぐ手を横に上げると、この前部繊維、前の方に負荷が乗るような形になります。ですので、少しですね、体を前傾していただいた状態から、さらに手も少し前方に上げていただくと、ここからこの腕のチューブ繊維を刺激することができます。少し前傾姿勢から手をですね、まっすぐ横に上げるのではなくて、そのままちょっと前部分に上げていくというところがポイントになります。で、よくですね、ここのチューブ繊維を収縮し、するために手をですね、このように、内旋運動をさせて小指から上げるみたいな形で、無理に、この三角筋の、チューブを狙おうとすると、この肩のですね、インピージメント、怪我のリスクですね、挟み込んでしまう恐れがあるので、危険なので、できるだけですね、上体を倒して、自然な形でまっすぐ上に上げるっていうふうに、行っていただくといいかと思います。で、もう一つですね、サイドレイズにおいて、非常に重要なところ、よく言われるところが、肩甲骨が、動かない、肩甲骨を上げないようにするっていうところが、ポイントとして、言われるんですけれども、私自身の考えは、スタート位置では肩はできるだけ落として行います。ただですね、この肩関節と
この肩甲骨っていうのはある程度連動して動くっていうのは、まあ、基本的な構造なので、まあ、ここからですね、腕を60度まで上げて90度まで上げようとすると肩甲骨も、まあ、必然的に、まあ、動いてきます。まあ、これは私の中では自然な動きなので、まあ、無理に肩甲骨を上げようとはせずに、まあ、自然に上げていく形で行っています。まあ、肩甲骨ね、下げた状態で動かすことも、まあ、可能ではあるとは思うんですけど、まあ、その動きをしてしまうとまた肩の怪我のリスクも高くなってくるので、まあ、そういった形で行っています。あとはね、まあ、上げる位置も人それぞれあると思うんですけれども、できるだけですね、まあ、肘がちょうどやっぱり90度肩のラインよりちょっと上ぐらいに来るイメージで、まあ、上げていただくとしっかりと、まあ、収縮感も得れると思うので、まあ、そういった形で、まあ、行っています。まあ、もう一度ですね行っていきたいと思います。まあ、このまま少し、まあ、前傾姿勢で肩を落とした状態で、手のグリップはですね、しっかり手のひらで握るようにしていただく。でそのままですね、斜め前の方にグッと持ち上げていく。っていうような形で、まあ、行っていただくといいかと思います。ということで、今日はですね、ダンベルサイドレイズのポイントをお話しさせていただきました。まあ、これはあくまでも、まあ、私が普段トレーニングする際に意識しているポイントになります。まあ、できるだけ肩の怪我のリスクを少なく三角筋のチューブに効かせたいというところから、まあ、本も選択して行っている内容ですので、まあ、皆さんもですね、ぜひ参考になればと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。